YouTube の動画を、同人誌にした、素人が兵器の解説をしてみる、が、DL サイト、にて絶賛発売中。日本の戦艦とか戦車とか戦闘機を解説した作品です。詳しくは説明文のリンクを見てください。ゆっくり霊夢だよ。今回は、一隻だけで日本艦隊を翻弄した、駆逐艦エドサル、を解説してみるよ。エドサルは、アメリカの、クレムソン級駆逐艦、の一隻で、1920年11月に就役。1922年6月28日に、地中海に向かい、トルコ水域におけるアメリカの隠し権益の保護のために行動した。この頃の中東地域は、ロシア内戦、や、トルコ革命、の影響で大きく混乱していた。そんな中でエドサルは、混乱地域から逃れてきた、難民の支援のために、物資と通信設備を用意。これらの緊急事態に備えたことにより、国際関係の維持に大きく貢献したよ。トルコ革命の最中、トルコ西部のイズミルで、火災が発生した際には、エドサルはイズミルにいた、数千人のギリシャ人を避難させている。9月14日には、エドサルは、駆逐艦リッチフィールド、と共に、600名を超す難民を収容して、ギリシャのサロニカまで輸送。一連の難民輸送が終わった後、エドサルはトルコ、ロシア、ギリシャなどの西アジアや、イタリアの港を訪問。その後、砲術と雷撃の訓練を行った後、1924年7月26日にボストンに戻った。1925年1月3日、エドサルはアメリカ海軍のアジア艦隊に配備される。主な任務は、米非戦争で入手したフィリピンを中心とする極東地域におけるアメリカの権益保護であった。また、中国の国境内戦と、1937年からの日中戦争から、アメリカの権益を守る任務もあった。このため、戦闘訓練や演習の他に、訪韓外交の一環として上海、神戸、バンコク、マニラの港を頻繁に訪問し、各国を牽制した。その後、エドサルは、牽制でも権益保護でもない、ガチの戦争を、アジアの例の島国と行うことになるのだったーん。万歳！そんなこんなで、太平洋戦争の始まり。駆逐艦エドサルは、1941年12月の、マレー沖海戦で沈没した、イギリス戦艦、プリンス・オブ・ウェールズ、と、巡洋戦艦レパルス、の生存者を捜索。両艦に乗艦していた、連絡将校4名を救助し、シンガポールに向かった。年明けて1942年1月、中巡洋艦ヒューストンを護衛するため、駆逐艦アルデン、ホイップル、と共に、エドサルはオーストラリアのダーウィンを出撃。ヒューストンの任務は日本船団の迎撃だった。しかし、5日経っても返しなかったため、木曜島に向かうアメリカ輸送船の護衛を行いつつ、ダーウィンに進路を向ける。ところがである。7月20日の午前5時、日本軍の E-123 潜水艦が、駆逐艦エドサルとアルデンの護衛を受けて、ダーウィンに向かっていた、給油艦トリニティへ向けて攻撃を行った。その後、E-123 は爆雷攻撃を回避し、離脱。これを受けオーストラリア軍司令部は、掃海艇部隊へ、対潜掃討を行うよう命令。連合軍による日本潜水艦ガリの最中、13時35分に、オーストラリア掃海艇デロレーンが、E-124 潜水艦を発見。E-124 潜水艦との戦闘が始まった。13時40分頃、掃海艇デロレーンは、爆雷一発を左舷から発射。爆雷は、先行していく E-124 の司令塔付近で炸裂した。また、アメリカの、水蒸気母艦ラングレイから発進した偵察機キングフィッシャーがこの E-124 へ小型爆弾を投下。先行した E-124 は重油と気泡を出しながら沈没し、水深45メートルの海底に着底した。14時30分、
テロレインはとどめの爆雷2発を投下し、新たな重油の流出と、気泡が浮かび上がるのを確認。遅れて現場に到着した、オーストラリア総海艇リス号、やエドサルト・アルデンも、爆雷を投下。最終的に、天候の悪化により、攻撃をやめた。その後の1月26日、アメリカ軍は、沈没した124潜水艦内にあった、何種類かの、日本海軍の暗号書を回収することに成功。日本軍の暗号解読に大いに役立ち、ポートモレスビーへの攻略作戦である、MO 作戦、などの計画も察知されていったという。太平洋戦争の初期。連合軍の戦闘機は、ゼロ戦などの日本機にボコボコにされることが少なくなかった。そんなわけで連合軍は、インドに輸送途中の59機の、カーチス、P40 戦闘機、を引き抜くことにした。P40 の運搬は、水上機母艦ラングレイ、と、輸送船シーウィッチ、が行うことになり、2隻はインドネシアのチラチャップに急行。そして、2月27日朝に、チラチャップに停泊していた、エドサルト・ホイップル、が水上機母艦ラングレイを出迎えた。しかし。それから1時間半後、日本の索敵機に発見されてしまう。索敵機からの通報により、高尾海軍航空隊の、一式陸攻、が出撃。昼前になってラングレイとエドサル、ホイップルを発見して攻撃を開始。3隻は攻撃を受けると、バラバラに逃走したが、3度目の攻撃でラングレイに、250キロ爆弾3発と、60キロ爆弾3発が命中。攻撃で火災が発生したラングレイでは、搭載していた、P40、にも火の手が回っていた。その後、エドサルかホイップルのどちらかが、ラングレイの被害状況を、暗号を組まずに送信。この通信を傍受した高尾海軍航空隊は、敵戦闘機を警戒して去っていった。それでもラングレイは、処分されることとなり、エドサルとホイップルの射撃により沈没。こうしてエドサルは、ラングレイ護衛に失敗。その後も日本軍の猛攻は続き、エドサル自身にも危機が迫るのだった。南雲忠一、中将率いる第一航空艦隊は、乱印作戦での最後の締め上げを行うため、3月1日にはジャワ島南方に達していたよ。午後に入り、偵察帰りの、97式艦攻が、クリスマス島南方で、給油艦ペコス、を発見し、空母、加賀と総油、の艦載機がペコスを撃沈。それから5時間ほど経った17時20分頃、第一航空艦隊の上空を援護していたゼロ戦が、艦隊の後方に、敵軽巡洋艦、を発見。南雲中将は、この艦隊後方の、敵軽巡洋艦、の撃沈を、護衛の第三戦隊の、戦艦、比叡と霧島、第八戦隊の、重巡洋艦、利根と菊間、に命じる。この比叡艦隊が、撃沈を命じられた、敵軽巡洋艦こそ、駆逐艦エドサル、だった。17時33分、エドサルに最も接近していた、重巡洋艦、菊間、が砲撃を開始し、ついで比叡も砲撃を始めた。この比叡のエドサルへの砲撃は、太平洋戦争で初めて、日本戦艦の主砲が、敵艦に対して火を吹いた瞬間、でもあったそうな。こうして、エドサルは一隻だけで、無敵の南雲艦隊、と対決する羽目になってしまう。はじめは4インチ砲で反撃するも、エドサルの、ジョシュア、J、ニックス艦長、は、反撃よりも、逃亡に活路を見出そうとしていた。そしてエドサルは、比叡の発砲を冷静に観測。砲弾が到達する時間を計算した上で、巧みに回避を続けることで、比叡と千曲の砲弾はエドサルには命中しなかった。やがてエドサルは煙幕を張り、最大速力を出したり、機関全停止したりと、比叡艦隊を翻弄。エドサルが煙幕を張るたび、比叡らは砲撃を中止する羽目になっていた。ようやくエドサルに砲弾が一発命中するも、約30分にわたる最初の砲撃による、被弾はこれのみだった。
最終的に、比叡が四方218発、霧島が87発、利根が497発、千曲が347発もぶっ放した。しかし、それでも4隻の比叡艦隊は、巧みな回避を続ける江戸猿を、沈めることはできなかった。その後、南雲中将は18時27分に、空母、蒼龍の救急式艦爆救機に発進を命じ、江戸猿を攻撃させる。救急式艦爆による何発かの命中弾があり、ついに江戸猿も火災が発生し、速力も低下。この機に乗じて、比叡と霧島、は燃える江戸猿との距離を詰めた上で、砲撃を再開。千曲と利根は、挟み撃ちの形で、江戸猿に接近。やがて江戸猿は、時計回りで旋回した後、1942年3月1日の、19時頃に、艦首を上げて沈没した。動画の他に、リアルチート野郎シリーズ、っていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは、説明文のリンクをクリックしてくれ。